一番難しいのはエルデンリングなんじゃない？マレニア一番難しいんじゃないかな？どうだろう？いや、あのダークソウル3のラスボス？ダークソウル3のラスボス一番強かったわ。10時間かかった俺。で、モコーが泣いた。クリア瞬間。ダークソウル3のラスボスむずくなかった？ 10 時間ぐらいかかったと思う。王の化身。一番強いのって誰なの？ダークソウル系のボスで一番フリーでってなんだっけ？ダクソ3の裏ボス？あの氷のやつめっちゃ強かっためっちゃ強かった。ゲボ強かった。マジでめっちゃ強かった。だってなんかもう残像が見えてるんだけどねやばいやばい。めっちゃ強かった、マジで。こいつ。こいつやばかった。第三形態ぐらいもあって。俺倒してないんだっけ、これ。倒したっけ？でも、セスタスだったらもっといける、これ。なんでセスタス使ってないの？あ、ガードできるんだ。この攻撃。いや、この形はセスタス効くよ。逃げてるね、回避から。これさ、後ろに現れるやつね。終わってないこの攻撃。全然見切ってないもん、動き。見えなくなってる。やばすぎでしょ、こいつ。あ、こいつ最強だ。あれ、見えなくなった。いや、マレニアより強いかもしんない。これ第一形態ね、ちなみに。第二形態なんか、後ろのなんか、保護者みたいなやつが、そう、これやってくんだよ。これどうやって倒したの俺。あ、意外とダメージ入るんだ。なるほど、ご利用しか。あー、これ本能ね。火力高っ。はー。やばすぎだろ、こいつ。これ好きねえんだよな。超強え、マジで。これ消えるんだよ。全然買わせてないもんな。これ、ほんとは後ろ回避じゃなくて前回避して、あれだね、攻撃狙わなきゃダメだね。後ろには判定ないわ。でもこの動きで勝ったってことは、もうあれだね、見切らず勝ったね、多分ね。何か一個だけ狙ってるわ。いつ攻撃すんの？そういう時か。あ、意外とそうだ。意外と攻撃通るっていう。キャンセルされるみたいな。で、これ終わり。結局、マジでゴリ押し。いや、こいつ強いわ。見てる感じ。運ゲーで勝ってるじゃん。ああ、無理なんだ。おりゃ！うわー、強すぎる、こいつは。やーばい。
武器と、レベルで勝ってるね、多分。見切ってないもん。マレニアの方が強いかな。マレニアが最強か。強敵？マレニア、フリーであたりか。女のソロの人間、人型。加藤さん、僕はマレニア下手すぎて計58時間かかりました。それなんか、早く倒せばいいみたいな風潮あるけど、長く遊べた方が、お前の方が能力高いんだよ。お前58時間マレニア楽しんだんでしょ？でも俺も10時間ぐらいかかった気がする。マレニア。結構、もうさ、ダクソ系のゲームずーっとやってきて10時間ぐらいかかってるから、そう、あの、花鳥風月、今はさ、なんか攻略サイトとか見ちゃったからさ、あの攻略動画見ちゃったから、でもそれでもちゃんと覚えてないけど、あ、独学でさ、花鳥風月避けれるようになるのに、普通に6時間ぐらいかかる。あの、前捨てしなきゃいけないんだっていうのに、意識を割くまでに、マジでリアル6時間ぐらいかかる。絶対後ろ飛んじゃうもん、あれ。人間だったら。